アトゥッティ、すずです。今日はですね、この年末年始、ロックダウンになったりならなかったりという日がいろいろあるイタリア、どんな風になっているのかっていうのを細かく説明していこうと思います。まず最初は24日のクリスマスイブから24、25、26、27と木曜日から日曜日まではロックダウンで、ロックダウン中は何をしちゃダメかっていうと、まず不要不急の外出は禁止ですよね。でロックダウン中っていうのは通行証っていうのを持っていかなくちゃいけないんです。で通行証っていうのは名前と生年月日とどこに住んでるのかっていうのと何をしに外に出るのかっていうのを記載して、これと自分の ID を持ち歩いていないと罰金としてね400ユーロ以上払わなくてはいけない場合があります。で帰ってくる時間も夜の10時までに帰らなくちゃいけないです。商業施設はですね基本的に全部閉まってます。空いているのは薬局とスーパーマーケットぐらいです。で飲食店は空いてるんですけどデリバリーしかしちゃダメです。食べに行ってみんなで食べるっていうのはできません。月火水とロックダウンは開けます。なので普通の商業施設も開きますし、この何交通証通行証の提示もしなくて大丈夫です。でも帰るのはいつも10時までですよ。なんですけど少し緩くなる。で2回目、この年末年始2回目のロックダウンがまたあります。いつかというと31日、大晦日の木曜日から3日、年明けて3日までロックダウンになります。4日月曜日、これまたロックダウンが明けます。その後またそう火曜日水曜日とロックダウンになります。でこんな風にロックダウンだったりロックダウンじゃなかったり通行証が行ったりいらなかったりと、なんかねなかなか複雑なんですよ。っていうのもクリスマスお正月をねすごく大事にする国民性で、みんなでワイワイガヤガヤねこう何十人も集まってお祝いをするっていう国民性なので、でこのロックダウン中にどうしても一人きりが嫌だとかどうしても誰かと過ごすっていう時は、大人2人と14歳以下の子供であれば一家族にプラスされても大丈夫ということです。なので一家族プラス一家族までしか会えません。だから合計2家族でしか過ごせないんです。でもこの私は24、25、26に本当に仲良にお友達と過ごすことができたので、2家族だけなんですけど一緒に過ごすことができたので、その様子もねちょっとお届けしたいと思います。クリスマスランチが始まります。イブのランチの様子です。これはねなんだっけ、ツナ缶のポルペッテとリースサラダ、リースサラダとリースサラダ、こっち向きだわ、リースサラダ、あとこうでしょ、エコ、これからお呼ばれしたお家に行きます。子供たちにプレゼントとあとワインとこうなんかなんだっけクリスマスツリーの、はい、待ってよ待ってよ、車来るよ。嫌な予感する、雨降ってきたね、うん、傘持ってきてないよ、じゃあプレゼントをこうやって入れます。見てこの木面白い、枝が全然一本も生えてないの、下幹のところ、いや生えてるよ、だって見て、本当だ、上からバーンってなってるよ、ほらほうきみたいじゃない、ほうきみたいだよね、うん、ほうきみたいな木、春になると花が咲くんだよね、うん、はい、ゴミ箱、ここはここ落書きしてないの、ここのゴミ箱、ちょっとだけ知ってる、ちょっとだけだね、うん、穴ってきたよ、ママ、本当だね、ゆうちゃんマフラーし忘れてきたけど寒いんじゃない？寒くない、よしマスクあるんだもん、マスクあると暖かいの、上までちゃんと閉めないとだね。見てこれ、普通の病院にある木なんですけどこんなに大きいの、ママね、
すごいよね、大きいよね、木がね、こんな高いんだよ、大きい。木とかのさ、ほうきの映画あったでしょ。ほうきの映画？何の映画それ？あの、シャーリスが喋ったの。アリスが喋るほうきの映画？そう。なんだろうな、それ。どの映画のことを言ってるんだろう。あの、あったでしょ、あの、猫だって、もうこの人が。あれほうきの映画じゃなくて、あれは魔女の宅急便ね。そうだよ。見て、道もね、全部ここ石畳なんです。なのでね、ヒールとかで来るとね、本当にヒールのかかとがガタガタになっちゃうの。ママ、お母さん、ね、早く行って、じゃなくてもう雨来てたよ。はい。